皆さんは、延命治療の実態についてご存知だろうか？延命することで、当事者の体に何が起こっているかを、理解している人は少ないだろう。現役医師の一致が語る、延命治療の実態についてを見ていこう。2020年3月30日、タレントの志村健さんが新型コロナによって亡くなった。今回紹介するスレは、志村さんが延命治療を行っていることが報道されていた頃のもの。志村さんは、感染症専門医がいる病院で、人工心肺装置エクモによる治療を受けていた。底辺医師だけど志村健についてつらつら語る。エクモに関してはもうダメやなと思う。当時、志村さんの秘宝が出た際に、人気急上昇したスレでもある。このスレが活発だった時は、志村さんが治療を受けている最中の3月27日頃、底辺医師と自重する一致は、つらつらと語るのだった。簡単に言うとエクモは人工心肺や、血を全身に回すという作業と、酸素を吸って二酸化炭素を出すというのをしてくれる機械だと思ってくれ。何がダメなのか説明しろよ無能。酸素を吸って二酸化炭素を出す。おそらくこの部分を機械に頼ってるとこじゃね。つまり体が病気に打ち勝つまでの時間稼ぎとも言える。つまりは一般的にはインフルの急性増悪とか、ウイルス性心筋症、心疾患の手術期に一時的に使う程度や。インフルの急性増悪？ウイルス性心筋炎？適当なこと抜かしてんじゃねえぞ小僧。ウイルス性の心筋炎とかなんてバリバリエクモ使うやろ。一致に対して当たりの強いスレミンたち。当時は、新型コロナが世界で流行し始めて、WHO がパンデミック認定してすぐの頃である。志村さんの感染が報道された同時期には、東京では週末の外出自粛を要請された。志村健の場合は高齢と持病もあって回復は絶望的と見ていいのか？志村さんは、禁煙に成功していたものの、以前は1日の喫煙本数が60本のヘビースモーカー。さらに、70歳の高齢に加え、持病の肺気腫があったため、肺炎の進行がかなり早かったそう。それを今回みたいな症例に使うとどうなるかわかるか？心臓とか肺はボロボロ、体に異物入れても大丈夫なように高揚庫、高血小板剤とか使うから体中から血が出るし、脳出血とかバリバリ起きる。でも機械が回ってるから、寝ない。寝ないの怖い。そうだよ。俺がエクモ入れて亡くなった患者は、患者家族から悪魔って言われたよ。それほど地獄。それを誰も言わないし、言えないんや。懸命に治療を施してもなお、遺族に恨まれるなんて、いたたまれない。お医者さん今日のお仕事はどうしたの？何のためにしてるの？どんな奇跡を待ってるの？そもそもウイルス性の肺炎で70歳、しかもヘビースモーカーなんて普通はエクモの対象にはならん。多分 ICU で患者見たことある医者ならみんな感じてるはずや。それでしたのははっきり言って上級国民だからやろうな。酸素の供給を止めずに二酸化炭素を体内に残すと息苦しいまま寝ないという拷問になる。エクモはそんなことできないけど、低酸素より高二酸化炭素の方が楽に寝るよ。意識なくなるから。実際どうしようもない肺疾患の人の場合、お見取りの際は二酸化炭素高くして、意識落としてお見取りする場合もある。最悪なのは肺高血圧とか間質性肺炎で酸素だけ低くなるパターン。これも地獄。じゃあ活かしてるだけってことなん？そうだよ。エクモでうまくいかないとどうなるか。エクモって足の付け根でバイパスするから、足の血流減るんだよね。だから足の先から腐っていく。これ本当だよ。その上で徐々に体のいろんなとこがしていく。最後は脳出血するか、大量下血、他の感染症で打ち取られることが多いな。はっきり言って地獄だよ。多分一回でも経験した医者なら志村健にはエクモ入れないはずだ。ウイルス研究者です。志村健さんの話題からはそれますが、ウイルスが、比較的温度の高い肺の末梢で増殖してるから、低体温療法しつつオルベスコっていうのはなし？体温落とすと免疫下げるからダメかな。そもそもステロイドパルス効かないのにオルベスコなんて効かないやろ。すまん勉強してないからウイルス肺炎に低体温療法についてはわからんわ。ごめんな。コロナ、エクモで日本で、誰は今のとこ一例もないって記事見たけど。エクモって、もしうまくいかなかったら地獄だってこととか、一日のかかる値段とか考えて、普通は若い人にしかしない。年寄りにやってもうまくいかんと思うよ。俺の親父65でタバコ吸うけど、もしコロナで同じ状況になったら多分エクモはしないな。免許持ってなくてこんなスレ立てたら一発で捕まっちゃうからな。持ってるから大丈夫やで。もし来たら逆に訴えた奴に民事で行くから安心しとけ。俺が思うに志村本人はこのゴミを読んで生きながら得たいと思ってるかどうかだよ。もういい歳なんだし人生終えても悔いはないでしょ。それを周囲の芸能関係者が金になるからと無理やり蘇生させようとしてるようにしか思えん。実際に苦しい時につけますかって言われたらそらつけるやろ。愛し死体者の責任でもある。俺ならおそらく肺気腫であろう70歳のウイルス性肺炎に相関とかエクモなんてしない。やってもネーザルハイフローかしいパップかな。C
CPAP も同期できないと苦しいんだけどね。お前って何かの専門医なん？内科です。循環器、呼吸器ではないけど、今までエクモは2回回したことあるよ。ウイルスの方がもう複数あると思うんだけどどう思う？1じゃないけど高齢者はほぼ総じて重症化、防してるケースが多いけど、若いやつに至ってはのやつもいればほぼノーダメージのケースも多いからな。ウイルス自体に個体差があるのかなと思う。どうなんだろうね。はじめは炎症によるものと思ってたけど、ステロイドパルス効かないらしいし、なんなんやろうな。俺はラッキーなことに今臨床離れてネズミさん相手だから見なくていいが、今対応してる医師やスタッフは辛いだろうな。マジで人間相手に接触して飯食ってるやつって割り食ってるよな。動物実験とか地味な仕事でも人と接触しなくていいだけ得してる。結果論だが大学院行ってよかったわ。もう古典園児のお医者さんごっことか臭すぎない？よくわかんないけどすまんな。質問以外には反応するのやめるからごめんな。すまん、俺らみんなニートだから専門用語は控えてくれ。すまんな。わからない用語あれば質問してくれ。俺にわかるレベルで答える。みんな話してるのは、これで志村がなくなったらまあその通りだけど、万が一復活した場合どうするかってこと。志村でも良くなったんやから俺にも呼吸器、エクモつけろっていう高齢者出てくるよね。気持ちはわかるが。それをどうすればいいかはマジむずいよな。飯塚だって家でゴロゴロ寝てるんだし上級は特別って認識はもう世間にも浸透してるだろ。飯塚とは、東池袋自動車暴走、障子この加害者のこと。旧通産省の元高級官僚だったことから、メディアが容疑者と呼称せず、元官僚や元院長と呼んだことや、すぐに逮捕されなかったことで、上級国民だからという言葉が飛び交っていた。俺は志村は上級だから高度な医療を受けれていいなぁと思ってたけどこのスレ見たら使用する場合大変なリスクがあるっていうのは想像してなかったから、そうなると志村がかなり気の毒に思えてきた。はっきり言って不幸だよ。多分肺気腫あるから相関しても、ビークかけれないんだろうな、肺が破けるから。だからエクモに行ったんだろうがうん。リーク情報によるとエクモしてから肺が回復し出すまでに2週間くらいかかるんだろ？これでダメなら棒で治っても後遺症か。専門の ICU 医師ならできるかもだけど、普通はエクモ2周も回すとか至難の技だよ。どこかで出血するか感染症になる。まあ多少嘘入れるけど、いい症例な。40代の健康な人、打骨母心筋症で心機能低下、一時的にエクモ入れて、3日くらいで外せた。無事に帰る。良くないのは50代の糖尿病、インフルエンザプラス肺炎球菌肺炎。なぜか指摘してたのに肺炎球菌ワクチン打たず。この人は苦しみながら2週間くらいで亡くなった。50代でも基礎疾患あるやつはきついんや。70にエクモ入れるなんて普通ないと思う。あってもエースの術前とかじゃないかな。今回の志村のケースはセオリー一切無視の反則ってことか。志村も、何十年も芸能界のトップ走ってたやつだから波の精神力じゃねえだろうけど、それでも70って年齢を考えたらきついよな。そういうことやね。2016年に肺炎になった時にタバコはやめたって記事見たけど、50年近く吸ってて4年間やめた程度じゃ肺は良くならない？良くなるわけねえだろ上皇。そうだろうね。ただタバコも個人差あって動脈硬化とかは誰にでも起きる。ただ肺気腫とか肺がんやっぱ個人差あるよ。遺伝子素因も強いと思う。俺の祖父めちゃくちゃヘビースモーカーです。90歳近くで、だ時に大の CT 撮ったけど、肺は割と綺麗だったもん。お前完全にお坊ちゃまの上級典型みたいなやつやな。大学院進むっていうのもそっちの方が楽だからとかしたたかな理由やろ。おめえみてえな精神性のやつでも治療自体はまともにやってくれるんか？大学院行く理由って大きく分けて2つで、大学でのし上がるか、開業した後そこの年の医師会で偉くなるかやで。あと医局によっては反響性のとこもあるからな。みんななりたくて大学院行ってるわけじゃないんやね。大学でのし上がるって具体的にどうすんの？行くだけでいいのか？論文いっぱい書く。上司に気に入られる。仕事いっぱいやる。海外に留学する。これをたくさんやればのし上がれるで。外科は手術の腕とかあるからよくわからん。詳しくはブラックジャックによろしくお読め。あれは主人公みたいな熱血感な医師が存在しないということ以外は割とリアルや。ブラックジャックによろしくは、日本の医療の現状を描いた漫画である。医学部を卒業した後、研修医になった斉藤栄二郎が、現実問題に奮闘する姿や上層部の無礼なやり取りなどがあり、テレビドラマでは、2話目に延命治療についての話を取り上げている。興味のある人は見てみてほしい。さすがに土方のおっさん患者を北三郎が治す話は斉藤は間違ってないよな。医療者同士のごたごたとか賄賂とか患者に付き合わせたらいかんやろ。北三郎とは、漫画の中で、年に250件もの心臓バイパス手術を行う敏腕の心臓外科医だ。第一内科編で登場する。難しいよな。あんまり話覚えてないが、だって全ての患者を北三郎が切れるわけじゃないんやで。
自分のエゴで、自分の好きな患者だけを名医に切らせるのってどうなんやろ。実際に北三郎が主人公の患者切ったせいで、誰か一人の待機患者が手術後回しになってるわけだしな。それが許されるのかって思うよな。ただ自分の家族が同じ状況になったら俺は北三郎に土下座してでも手術してもらうよ。難しいけどそういうもんや。エクモも同じ。限りある資源を若い人に回すべきやと俺は思うが、俺も同じ状況ならどうするかわからん。あの漫画は抗がん剤と小児科、真偽の話はほんとよくできてる。移植編と精神科編はちょっと違うかな。北三郎はさておき土方たらい回しとかかわいそうだろ。まともな医療を受けさせてあげるべきだし金詰めとか卑怯やろ。どんな話やっけ？あんま覚えてないや。この前読んだばっかなのに、小児科の子供がたらい回しで、んじゃうやつやっけ？あれはしゃあないよな。どうしようもない。1、2時の病院やし、むしろ軽症なのに病院に来る奴らが悪いと思う。喉頭がんにはならなかった。肺がんよりリスク上がるらしいが。その通り、というか多くのがんはタバコでリスク上がる。ただ乳がんとかは逆にリスク減るし、統合失調症とかはタバコ吸うといい影響出るらしい。だから精神科の患者ってタバコ吸ってる人多いし、精神科の医者もタバコは吸わせてる人が多い。リスクが上がるってだけで実際タバコががんの直接の原因って分かってないって聞くけどどうなん？そこら辺はいろいろ闇深い話だから分からんが、俺はもともとヘビースモーカーだったけど、COPD の患者にとってからは禁煙したよ。それでも吸うならあなたの自由。ただし YouTube とかで COPD とか調べてみるとええよ。辛いで。COPD とは、慢性閉塞性肺疾患のこと。タバコを吸うことで、気管支炎や肺胞の破壊により、肺機能が低下していく病気で、気管支喘息のような症状であるものの、病状がどんどん悪化していく。タバコは禁煙するも2週くらいしてからある程度は肺機能改善する。その後は変わらんが、なので全身麻酔の手術前は2週くらい禁煙してもらうわけ。なのでタバコ吸ってる奴らはコロナ落ち着くまでは禁煙することをお勧めするで。ちなみにこれは副流煙もやから、君が禁煙することで家族も守れる。マスク買うよりこっちの方がええと思う。アイコスでもダメ。禁煙に関するエビデンスで言うと、本数少なくするとか、ミリ数減らすのには意味がない。アイコスとかは知らんが、俺がアイコスの社長ならアイコスが普通のタバコよりいいっていう論文を金出して書かせるわな。モデルマウスとか使えば割と簡単にできるし。それがないということはお察し。多分あんまり差はないな。俺タバコ専門ちゃうからこれ以上はわからん。ごめんな。もしタバコ吸ってる人は、1日に吸ってる本数かける吸ってる年数が400超えたら1回呼吸機能検査、600超えたら肺の CT くらい取ることをお勧めするよ。あとは5年に1回は ABI とか頸動脈エコーするといい。そこで異常値出たら禁煙する方がええ。知的だからこのスレにずっといてずっと話聞いてたいわ。褒めても何も出ないで。受動喫煙はどれくらい影響あるの？動物実験の論文とかネットでググってもあまり出ないんだよな。あんまり詳しくないが、多分あるとは思う。これは、受動喫煙による成人への被害について、因果関係の多さとしては、肺がんと虚血性心疾患など、命に関わる病気の数値が高いことを示している。タバコがそれでもなくならないのは地獄の沙汰も金次第ってことか。とりあえずコンビニ、飲食店の前の灰皿は違法化してほしいな。それにしても、コロナの論文とか見てると中国ってすごいよな。コロナ患者へのアピガンの臨床実験とか2020年1月から始めてる。倫理委員会とかあるんかな？パブメドってサイトで見てみるとええ。だしか膀胱がんとかはちゃんとしたエビデンスあるよ。そして放射線とかもそうだけど、タバコとかみたいなものの慢性摂取とがんの因果関係なんて調べるの大変やしな。他の要素が大きすぎるし。俺は公衆衛生とかよくわからんからこれ以上はパスで。国試何点だった？そんなん覚えてないけど、秋の模試で偏差値18だったことと、出しか9割近く取って受かったことは覚えてる。必修は97から8だった。あんなんただの暗記だからできたら頭ええとかないよ。テコムとかメックってまだあるのかな。これ系のスレで初めてまともな人見た気がする。いつの間にか、一気に罵声を浴びせていたスレ民は静かになっている。これ外せばいつでも寝る感じか。なら志村は4月1日に命日合わせに来てるな。外せるわけないやろ。機械止めたら、人材や。機械が血栓で止まるか、出血するか、感染症で、ぬかや。それまでは誰も機械を止めれん。どんなに地獄な状態でも、機械を止めることはできんのや。前例もあるしな。いわゆる高瀬舟問題ってやつや。フラジャイル知ってる？すまん知らん。医者的に言うなら見るべきは、ブラックジャックによろしく、麻酔会花、医療の序盤、ドクターコトードラマ版やな。ここら辺は割と調べてるんだろうなって思う。みんなブラックジャックによろしくの主人公見たくなりたくて医者になるんや。ただ3年もするとあの漫画の悪役の医者の言ってることすごくわかる。
最近読み直して泣いてしまったわ。昔の青臭い自分がいた。抗がん剤は意味なしというセリフあるけど本当なの？精巣がん、血液がんなど明らかに有効なのは抜きで。抗がん剤って大きく目的は3種類。一つは副作用覚悟ですごい強い薬使って、がんの根治目指す。血液系のがんとか小児がんなんてまさにそうやな。二つ目は抗がん剤で腫瘍を小さくして、手術できるようにする、もしくは手術で取り残した腫瘍を術後に抗がん剤で叩くり。三つ目は手術適応ない患者の延命目的に抗がん剤を使う。一つ目と二つ目は意味ある。絶対にした方がええ。三つ目は昔はあまり意味なかった。ただ最近のオプジーボとかは本当にがん消えるからな。オプジーボは正しくは抗がん剤ではないが、その辺はスルーで。状況は変わりつつある。ただ化学療法も手術と同じで上手い医者と下手、そな医者がいる。これは事実。なので信頼した医者と相談するのがええ。志村言ったら本当にパニック化しそうだな。芸能界とか発信するやつも影響されるやつも多いから一般も相当混乱しそう。これが本当やばい。例えば藤波の嗅覚の話あるやん。あれってウイルス性感染ならよくある話で、1から2週で良くなる。対処は基本ほっとくだけなんやけど、多分耳鼻科は来週すごいことになるやろうな。自称コロナ感染者が押し寄せるはずや。根本的な話になるけど新型コロナウイルスは収まるだろうか？最終的には新型インフルの時見たくなるんだろうけど、それまでに何年かかるか。難しいな。感染から沼で早すぎる。ほんと怖い。このスレは、ここで終了。そして、このスレの3日後、志村さんは亡くなった。その翌日、一致が新たなスレを立てたのだった。以前に志村健について書いた底辺内会や、実を言うとスレ立てするの初めてで、こんなに反響があるのはびっくりした。バイト先の患者から俺のスレについて聞かれた時はほんとビビったで。コロナやエクモに関しては割といろいろ語られてるのもあるので、今回は延命治療、終末期治療についてつらつらと語ろうと思う。このあたりはみんな日常的に考えないし、考えたくないことだろうと思うけど、あえて語りたい。お前の言った通りだったな。みんな思ってたと思うで。例によって俺が医者かどうかは証明は不可能なので話半分に聞いてほしい。トースポみたいなもんだと思ってくれ。どこら辺が底辺なの？出世とな割とどうでもいいところ。日本語力については足りないのは許してほしい。また猛虎弁なのは自分の特定を防ぐためです。いつもの喋り方で書くとおそらくバレるので。続けろ。ありがとう。志村健さんが亡くなったことをつい2時間くらい前に知ったわ。バカ殿世代としてはすごく悲しいし、一つの時代が終わったんやなって感じる。そして自分のスレがこんなにまとめられてるのも初めて知ったで。ちなみにビップ速報さん虹色にしてくれてありがとやで。テレビでエクモの情報を紹介された時はすごい志村助かると希望に盲目的にすがってしまったし、前のスレを見て現実を突きつけられて信じたくなかったけど、ちゃんとした情報っていうのは前のスレみたいなものなんだろうな。残念ながらテレビでは言えることと言えないことがあるので、それはしゃあない。ただ俺から見ると末期の大本営発表みたいやなとは思った。例によって書き溜めしてないし、日本語も不自由なので、許してくれ。延命治療に関しては結局は倫理、生き方に関わってくるので一概にこれが正解とは言えない。なので基本的には客観的な事実だけ伝える。追加で俺ならどうするって話書くかもしれんが、それはあくまでも俺の一意見だということは理解してほしいで。報が届いてから、日本中、いや世界中に衝撃と悲しみが広がり、コロナへの危機感が一層高まった。志村さんが、熱や呼吸困難の症状が出てから、わずか10日ほどの出来事である。そこから1週間後、7都府県に緊急事態宣言が発出された。ここからは、一致が質問に答えてくれるという、ためになることが書いてあるので、どんどん見ていこう。適宜わかんないこととか、質問あれば答えるで、今回の内容に関係ないことでもええで、最後に時間とやる気、需要があればコロナとかタバコとかいろいろお話ししたい。一にとって、塗って何？俺的には心停止をと定義するで。脳とかはぶっちゃけ見たことないからよくわからん。コミュニケーション取れなくなった時点で人としては、出ると思う。寝たきりで褥瘡作って警官入れて家族のエゴで生かされてるのを見るとかわいそうだなって思う。下手に長生きすると、抜ことすら簡単に選べないっていう。その話もしたいと思う。延命治療についてよりもコロナとタバコの方が興味ある。前スレ普通に叩かれまくってるじゃん。正直言って読み返すとところどころ間違いあるし、みんなの指摘通りの部分も多い。もし時間があればそこについても少し話します。自分のはどう認識してる？26、聞きたい。子供ができて、生命保険入ると自分のを考えるよな。あとは大学同期が去年死したりして、なんかいろいろ考えたわ。個人的には仕事もできず、生命保険も入らないで家族に迷惑かけるならサクッと、みたいわ。
モルヒネとかをたくさん打って副作用で結果的に気を早めるとか、そういう消極的安楽は経験ある？その質問は難しいな。ただ最近は基本モルヒネとかあんま使わんし、使い方もブラッシュアップされてるので通常用量ではまず寿命を早めたりはしない。ただどうしようもない場合に、軽い眠剤とかを点滴でいく、セデーションというのはすることはよくある。まず、人が、に至る流れというのを簡単に説明するで。家族を看取ったことがある人なら割と理解できると思う。1、食事が満足に取れなくなる。2、血圧が下がる、意識レベルも低下する。3、自発呼吸が落ちる。もしく呼吸を保てなくなる。4、心停止。という流れや、もちろん急性疾患の場合、途中を吹っ飛ばすことはよくある。心室細動でいきなり心停止したりとかな。そしてここで頭いい人は気づいてるかもやけど、脳というものはあえて話していない。脳に関しては難しい話やし、突っ込みどころも多いので例外として今回は話さんで。そしてそれぞれの段階に対して治療がある。入院費やら延命治療はバカ高いって聞いたけど年金で賄えるもんなのか。年収とかによって色々違うが、ある程度以上はみんな同じ値段になる。1、心停止。これに対する治療は胸骨圧迫、そしてこの前話したエクモ特に VA エクモやな。ここに関しては前のスレでは勘違いしてて、志村健は VA エクモだと思ってたが、実際は VV エクモだったらしいな。まずは胸骨圧迫に関して、いわゆる心臓マッサージってやつや、みんなも教習所で習ったと思う。これはすごい大事で、交通事故とか不整脈で心停止した場合、これをすることで予後が大きく変わる。俺ももし出先でいきなり心停止したら心臓マッサージしてほしいと思う。ただ末期がん患者や高齢者にこれをするかはかなり微妙。よく緊急病棟24時とかのテレビ番組で胸骨圧迫のシーンがあるが、首から上は映ってないと思う。それはプライバシーの配慮もあるが、テレビに映せるものでないという理由もある。テレビに映っているものは、実体のほんの一部。映っているものだけを鵜呑みにしてはいけないのだ。こういったリアルな部分の話が聞けるのは、5チャンネルの醍醐味だろう。透析とかだと負担金の上限が低い。他にも公費持ってたら大半は払わなくてよかったり。なぜかを説明するで。胸骨圧迫というのは本当に胸をグイグイ押す。そんなのを高齢者にしたらどうなるか、胸骨とか肋骨はポキポキ折れる。折れた骨は肺に刺さる。実際は吐血してる人もいっぱいいる。加藤純一の言ってたことは本当なんだな。押すたびにプシュッシュって吐血するんやな。VA エクモについてはさらっといくで。これは静脈と動脈をバイパスして呼吸のサポート、つまり酸素を血液に入れる作用と二酸化炭素を吐き出す作用を代替する。また心臓の動きをサポートすることもできる。これも手術期管理とか、突然心停止、心機能低下した場合は鬼強い。胸骨圧迫も VA エクモも健康な人が突然心停止したりした場合には、効果を発揮する。交通事故とか不整脈、コロナで激症化した場合もそうかもな。ただ1から4の流れでじわじわ弱ってる人にしてもいい、あまり意味がないというか苦しめるだけだと思う。とても本人の同意とは思えない例もある。医者ってのはな、病気を見るんじゃねえんだ。患者を見るんだよ。その話も、後で軽くするで。そういう感情論もいいけど日本は法治国家だから理屈が優先。キャッポ譲っても勝手に呼吸器外す行為が患者に向き合ってるとは到底言えん。勝手に医者が呼吸器外すことはできんで。判例もあるしな。3、自発呼吸の低下や。これにはいろいろ対処がある。VV エクモ、相関、CPAP、ネーザルハイフロー、これはいろいろ使い分けがあるので、そこらあたりも軽く語る。VV エクモは静脈と静脈をバイパスして肺の役割を代替する。志村健がしてたというやつやな。これはかなり強いリスクについては VA エクモに準ずると思ってくれ。相関というのはちゃんと言うと気管相関、いわゆる人工呼吸器や。これは機械を使って酸素吸ったり二酸化炭素出すのを代替する。CPAP というのはでっかいマスクをつけて、酸素を吸うのをサポートするで、ちなみに空気をたくさん使って押すことで、呼吸もしやすくすることができる。心不全患者とか太った人の SAS なんかによく使うな。ネーザルハイフローというのは、簡単に言うと CPAP の花番みたいな感じや。詳しく言うと全然違うが、CPAP との一番の違いは口が開くので食事取れたり痰を取れたりすること。この二つは一長一短や、わかりやすくガンダムで説明すると、VV エクモ、ニューガンダム、気管相関、ヤクト動画、CPAP、キラ動画、ネーザルハイフロー、ジェガン、だと思ってほしい。強さ的にもこんな感じやが、大事なのは上二つは違うということや、VV エクモと気管相関の二つの良い点悪い点について語る。上二つは酸素を取り込むだけでなく、二酸化炭素を吐き出すのを増やすことができる。つまりこれはファンネルみたいなもんやな。実は下の二つも裏技で二段階ピープとか使えば多少はできるが、まあ所詮は量産機や、たかが知れてる。
次に悪い点、これは一度つけたら外すのが難しいことや。勝手に外したら訴えられるし、下手したら、人材や。俺CPAP持ってるからコロナ来ても生きられるかも。SAS でもあるんか？ SAS とは、睡眠時、無呼吸症候群のこと。眠っている時に、一時的に呼吸が止まる状態を繰り返す病気で、SAS は、日中に眠気が強くなるほか、生活習慣病と合併していることが多いのだ。次は血圧低下や。この場合は点滴をたくさんしたり、昇圧剤を使う。昇圧剤は主に血管を、締めて血圧上げるものと、心臓自体の働きを強くするものがある。血管を締めて血圧上げるのは、水巻ホースを指で締めたら強い勢いで水が出るやろ。そんな感じや。どちらもずっと使うと当たり前だけど体に負荷がかかる。あとは基本的には昇圧剤って劇薬だから、細い点滴からは入れれない。なので CV っていう太い点滴から行くで。最後に食事が取れない。これは体調悪くて、一時的に取れないではなくて、高齢者や末期がん患者で食事が全く取れなくなった場合の話。胃ろうや長老 CV で栄養を言ったりする。胃ろうや長老は極端に嫌がる人はいるが、俺はそこまで悪くないとは思う。ただあまりいいイメージないのは事実だよな。CV っていう太い血管から栄養剤を点滴する場合もあるが、点滴の中身ってブドウ糖、アミノ酸、ビタミン、たまに脂質入れたりする。要するに砂糖水、アミノサプリ、ビタミンサプリ、油だけで生きてくれってことや。当然限界がある。これでやっても3から6ヶ月でいずれなくなる。ここまでがいわゆる、終末期医療ってやつや。よく積極的な蘇生をしない、DNAR というのを言うが、これも競技と抗議の DNAR がある。競技の場合3、4に対する対象しない、抗議の場合1、2、3、4の全てをしないと思ってもらっていい。これは特に急性期と慢性期ドクターでたまに行き違いが起きる原因になる。海外はあんまり経管栄養しないらしい。そうらしいな。留学生もそう言ってたわ。ここでどこまでするかってのが問題になる。例えば末期がんの患者で食事取れない人に胃ろう作るか、認知症でボケボケ、ご飯食べないおばあちゃんに胃ろう作るのか、さらにはそういう人が悪化した時に気管挿管するのか胸骨圧迫するのかって話や。ちなみにさっきの認知症の場合、みんな大好きアメリカとか北欧では胃ろうも点滴もしないでお迎えることが多いようや。これは実際にあっちの医者に聞いた話やで。日本人からしたら少々残酷に聞こえるよな。なので、みんなももし急変したら、どうするかは考えてみてくれ。コロナも蔓延してるし、若い人も人事ではないはずや。参考までに俺の場合、コロナで激症化したらどこまでするか言うで。俺は気管挿管まではしてほしいし、嫁や子供は最後まで粘ってほしい。PCPS もガンガン回す。タバコ吸わない母親は気管挿管してほしいが、ヘビースモーカーで高齢の父はしてもCPAPかネーザルハイフローまでやってほしい。祖父祖母は認知症入ってるし、85歳過ぎてる。胃ろうもしないし、CV も入れんな。こういうのをみんなが集まる正月とかに話せればベストなんやがなかなか難しいよな。コロナを機に、自分や身近な人のが遠くないことを実感した人は多いのではないだろうか。今はコロナがかなり落ち着いてはいるものの、日本では災害も多いため、もし、家族や自分の身に何かがあった時の対処法、話し合ったり書き留めていたりすることをお勧めする。どう？最近忙しくなってる？最近はそこそこ忙しいで、ハム太郎さんとか大腸菌くんのおかげで寝させてくれへんで。ちなみに、コロナ対策サクッと言うよ。まずは基礎疾患ある人は外出控えた方がええ。特に糖尿病とかリスク高い。タバコも落ち着くまでは控えた方がええ。あとはニュースとかではあまりやらんが、交通事故気をつけた方がええで。最近は場所によっては ICU 埋まり気味や、今後血液製剤とかも足りなくなる可能性あるし。正直言うとこの時期にトラックとかに跳ねられたら、本当は助かるもんも助からんで。1ヶ月前に母ちゃんが食道静脈瘤破裂で急死した。ずっと前から肝硬変になってたのにアルコール摂取がやめられず、虚しい。まあお酒やめられないのは病気だからな。あずまひでおも結局早にしたしな。昔精神科の先生に聞いたら、一週間酒を立てない人間は潜在的にアル中らしいで。俺はアル中やな。人間は変な方向に進化しすぎたんだよ。生物として自分で接触できなくなったらそれは命の終わりを意味する。倫理というわけのわからない言葉でそれをねじ曲げている。延命治療は、大だと思っている。それを自分が食えなくなった時にできたらその通りや。実際なかなか難しい。自分が沼でに安楽認可されてねえかな。安楽は、スイスやアメリカの一部の州、カナダやオーストラリアなど、14カ国が法律で容認している。日本では、積極的な安楽は容認されておらず、安楽や自に加担すれば、捕まってしまう。
医師の下で延命治療を施さない括弧消極的時は4つの条件を満たせば容認されるが、病気で苦しみ、回復が不可能になった時に起用されるため、元気なまま安楽を選ぶことはできないのだ。ぶっちゃけ無理やと思うで。いろんな利権もあるからな。人のというものはなかなか大変なんや。喘息持ちもコロナやばいの？リスクといえばリスク。ただインフルとかもそうだけど、こういう病気って喘息めちゃくちゃハイリスクなんだが、コロナに関にしてはそこまででもない。それよりも糖尿病とか喫煙とか心疾患の方がハイリスクなのが不思議。末梢の肺炎だし、もしかしたら肺の血流不全とかが関係してるのかなとか考えたりもするが専門でもないしよくわからん。ただ喘息の薬、特に吸入はしっかりした方がええで。了解しました。糖尿は免疫も下がるらしいね。心疾患は何だろう、よく薬が呼吸器と近畿になってたりする。俺の親はタバコスパスパ君やし糖尿病もある、心不全もある。いわゆる数え役満だから、割とハラハラするで。まあ自業自得といえばそれまでやが。医者の割には軽い自我だな。について深く考えるのは宗教家とか哲学者の仕事だと思ってる。親が、だりしたらまた深く考えるのかもな。宗教家や哲学者に限らず、については広く考えるべきじゃないかな。例えば倫理委員会は宗教家と哲学者でできてるのかって言われるとそうじゃないでしょう。実際は誰か委員会に参加しているかは場合によるだろうが、宗教家や哲学者だけとは思えない。癌の専門医が自分が癌になった時動揺して怪しげな民間療法にまで手を出したって話をテレビで見た。これは怖いな。俺も便潜血陽性で割とビビったし、俺も末期癌だったりしたらどうすればええかわからんくなるかもな。自分がどうなるかすぐわかってしまうのも考えものや。俺の知り合いのドクターは大腸癌検診は絶対にしないと言ってたな。60過ぎたら考えるけど毎年やるのは非生産的だし、50以前に大腸癌なるのはほぼ遺伝的要素持ってるやつに限られるからって理由。便潜血は安いし毎年やってもええと思うけどな。便潜血検査とは、便をスティックで採集して血が混じっていないかを見る簡単な検査。陽性と言われた場合は、大腸癌の可能性があるのだ。カメラを使った検査よりも気軽にでき、健康診断に含まれていることもある。個人で受けても、1000円から2000円ほどでできるので、気になる人は受けてみよう。死が言うには便潜血で毎年一喜一憂するぐらいならやらねえってことらしい。日本人は大腸癌多いしな。ただ指示がある人とかは正直する必要はないと思うで。CPAP なんで日本だとレンタルなの？どうしてやろうな、割と謎や。よくコミュニケーション取れなくなっても耳は聞こえてるって言うけどそこはどう思う？神経内科医に聞いたらあるとは言ってた。脳判定にもは前庭反射入ってるしな。それとは別に患者遺族のケアのために言うこともあるで。人は最後に何か伝えたいこともある。俺も明らかに出ても、家族が来て一通り話してから某確認することはよくあるしな。遺族のケアは大事やで。やらしい話すると家族に訴えられないためにもな。ありがとう。聞こえてると信じてたくさん話しかけてよかったよ。サットって何パーセントからヤバいの？ルームで。一概には言えんが、普通の人が、普通の場所にいるなら、90以下は割とピンチや。ただ SPO2 は測り間違えとかが起こりやすい検査やし、低酸素の場所に行けば普通に低くなる。富士山のてっぺんだと 95% くらいらしいで。Y の親父、前立腺癌の治療開始直前に中皮腫が見つかって、手術で片肺取ってめっちゃ弱ってしまったところに前立腺癌の治療も並行してやるって言われて、抗がん剤飲まされた1週間後に間質肺炎発症してあっさり行ってしまったんだけど、今思えば前立腺癌なんて数年ほっといても無癌じゃないのに、中皮腫の容態が安定してから前立腺の治療してもよかったんじゃないか、間質肺炎なったのは前立腺の抗がん剤の副作用じゃないのかって未だに思ってるんだけど、どう思う？もう数年前の話だから今更訴えたるとかそんなんは思ってないけど。難しいな。前立腺癌でもホルモン療法とかならそんなリスクないしな。そもそもが悪性中皮腫自体がかなりリスク高いということは覚えといてほしい。やっぱそうか。でも中皮腫にかかって何年も裁判で争ってるおっちゃんら見たら、なんで親父は半年も経たずに。って思ってしまうわ。中皮腫とは、臓器を包む膜、中皮に腫瘍ができてしまう病気。臓器が腫瘍で圧迫されると、例えば肺の場合は、呼吸が苦しくなったり、発熱や体重減少が見られるが、早期に発見できないことが多い。で、君に伝えれてよかったわ。終わりならおつ。全然関係ないけどクローズアップ現代に大曲先生出てる。この人めっちゃ頭いい先生やで。みんなテレビ見てくれ。確証はないが、医師の一致による解説は、ためになるものが多かったのではないだろうか。公式では、700万人。実際は2000万人の死者を出したと言われている新型コロナウイルス。2023年6月現在は、インフルエンザと同じ5類に分類され、収束しつつあるように見えるが、高齢者や持病持ちの人にとっては脅威であり続けることは確かである。
最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは、延命治療について、何か思うことはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら、高評価と、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。